アンドロイドスタジオは Google が提供する Android プラットフォーム向けアプリケーションソフトウェア開発用の統合開発環境。JetBrains 社が開発した i n t e l l i g IDEA をベースに Android 開発に最適化されており、ホスト OS として Microsoft Windows、MacOS、Linux、および Google Chrome OS に対応している。2013年5月16日。 Google I オーカンファレンスにおいて発表され、同年5月にアーリーアクセスプレビュー版がリリースされた。その後、2014年6月に公開されたバージョン0.8 0からは開発段階がベータ版へ移行した。さらにその後、2014年12月8日に正式バージョン1.0 0が公開され、従来エクリプスとオットにより実現されていた。 開発環境を Android Studio で実現できるようになった。2015年末をもって o t t のサポートが打ち切られることが発表され、Android Studio 2.2のリリースをもって o t t のサポートが完全終了し、Android 開発環境は Android Studio に完全移行された。Android Studio 4.3以降はベースとなる i n t e l ジのバージョンに基づいた番号が、 付けられるようになり、動物の名前にちなんだコードネームもつけられるようになった。各機能は開発が進捗する過程でユーザーに順次公開されていくことが見込まれる。2014年9月現在提供されている機能は以下の通り、ありがとうございます。